韓国のサムスンが日本に半導体投資をすると報道されているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。サムスン電子が横浜に開発施設を建設し、日韓のチップ産業間のコラボレーションに拍車をかけると期待される非常に象徴的な取り組みであることが日本経済新聞の取材で明らかになった。新しい施設は300億円2億2200万ドル以上かけて東京の南西に位置し、韓国企業の既存の拠点である日本サムスン R&D 研究所がある横浜に建設される予定です。開発拠点は独立したユニットとなる予定です。この投資計画は日本と韓国が持つ相互の専門知識を活用するものです。サムスンは世界最大のメモリーチップメーカーであり、日本はウェハーやチップ製造装置などチップ製造のための基礎資材のトップメーカーである。具体的な内容は試作品の製造ラインを建設すること以外には明らかにされていません。新施設は数百人を雇用し、2025年の操業開始を目指す。サムスンは日本政府が提供する半導体投資に対する補助金を活用することを検討している。補助金は総額100億円以上となる見込みです。サムスンはコメントを控えている。韓国で最も価値のある企業によるこの動きは、両国のチップ産業間のさらなる協力に拍車をかける可能性がある。この投資は韓国のユン・ソクヨル大統領と日本の岸田文雄首相のリーダーシップのもと、ソウルと東京の間で新たな和解が行われたことを受けたものです。両首脳は来週広島で開催される主要国首脳会議 G7 サミットの傍らで会談する予定である。ユン氏は3月に東京を訪問し、岸田氏も今週ソウルを訪問している。サムスンの最大のライバルである台湾石体電路製造 TSMC も2021年日本に大規模な投資を行った。 TSMC は東京の北東にある筑波にも研究開発施設を維持している。かつてメモリーチップ生産の世界的リーダーであった日本は、外資を誘致することで生産基盤の再構築を図ってきた。 TSMC とマイクロンテクノロジーは日本における主要な外国投資家であり、日本政府から補助金を受けている。新施設は半導体製造のいわゆるバックエンドに焦点を当てる。チップ製造ではまず全工程でウェハー上に電気回路を作り、後工程でウェハーを最終製品にパッケージングする。従来研究開発は全工程に集中し、電気回路の超小型化を実現してきた。しかしこれ以上の小型化には限界があり、今後はウェハーを多層に積み重ねるなど後工程を改良して 3D チップを作ることに重点が置かれると考えられています。サムスンはこの製造工程でブレイクスルーを起こすには、日本の材料メーカーや装置メーカーとより緊密に連携する必要があると考えているようだ。それでは韓国さんの反応です。サムスンは終わった。俺でも本当に我が国には投資したくない。何でもしたら解体しろと言うから。たった300億円。我が国の雇用が減ったな。半導体で300億は大したことないね。我が国の労組を避けて外国に行くんだね。俺は今横浜に住んでいる。どこに建てるか気になるね。横浜も広くて住宅街が密集していて丘が多いから。なんで工場が向こうに行くんだ？もちろん、いいことも少しあるだろう。しかし、通常は、向こうの工場が我が国に来るのがいいよね。工場じゃなくて研究センターだ。向こうの優秀な人材は、全員サムスンに連れてこい。これで、日本の半導体株が上がるんだな。サムスンも滅びていくね。イジェヨンは、何か胸ぐらをつかまれたのか？大韓民国は、また農作業をして暮らしていかなければならないようだ。地震でもうすぐ日本は沈没するのに投資すれば終わる。向こうにして早く撤収しろ。日本に技術移転すべてして滅びたらどうすんの？大韓民国が危機だ。なんで日本に？このままだとサムスン本社も外国に行くんじゃないか？これは日本にいいことで
韓国にはいいことではない。ということで、韓国さんはブツブツ文句を言っていますが、日本としてもかなり危険な気がします。日本から補助金を出させて、さらに日本から技術を盗み出そうとしている可能性もありますよね。実際日本に投資といっても300億円だと少し少ない気もしますし、極力少ない金額の投資で補助金を出させれば、韓国にとってはかなり少ない金額で日本から技術を盗み出すことができると考えているんじゃないでしょうか。ですが、今の日本政府は韓国との関係を良くしようと盲目的になっているので、すぐに最大限の補助金を出しちゃいそうな気がしちゃいます。そもそもの話、4年後にまた反日大統領が就任予定なのに、今仲良くなる必要がどこにあるんでしょうね。コメントでは、韓国の負け、日本の勝ち、みたいな感じのコメントで溢れているようですが、韓国さん、これは長い目で見れば韓国さんの勝ちかもしれませんよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。